したのはウィンドミルで願いでした。さて時刻は10時49分を回っています。8月15日月曜日のホップステップ北九10時台をお届けしてまいりました。さて今日のメッセージテーマなんですが、嬉しかったこと、楽しかったことということで、皆さんが思いついたこと、思い浮かんだことございましたらメッセージで寄せてください。たくさんメッセージが届いていますので順番にねご紹介していきたいと思いますが、まずはですね、先ほどもメッセージをいただきましたが、坂巻忠夫さんですねからいただきました2通目ですね。何回かメッセージしましたが、赤飯まんじゅう日本中広まれば良いかと思います。味付けは各地の好みでということで、信州のね伝統のおまんじゅうになるんですよね、赤飯まんじゅう。私赤飯が大好きなので絶対にこの赤飯まんじゅうは食べたいなと思ってるので、長野県にね行きたい理由の一つなんですが、皆さん食べたことありますか？ぜひね食べたことがあるよっていう方は、まあ、感想など寄せてください。中にねおまんじゅうの薄皮の中に赤飯が詰まっていて、甘いのか甘くないのかちょっとわからないんですけども、まあ、各地の好みでということなので、まあ、いろんなね味があるのかなと思いますが、爽やかしいし坂巻忠夫さんからは長野県信州のね伝統的なおまんじゅう赤飯まんじゅうご紹介いただきました。食べたくなりますね。さあそしてメッセージこちらですね。シェイキューグルマンさんからいただきました。ただいま名古屋発ののぞみ号で小倉に戻る最中です。もうすぐ着くのかな、どうなんでしょうね。大貫妙子さんですね、コロナ陽性のためにライブが中止になり、そうだったんですね。ずっと楽しみにしていた大貫さんのライブだったのに、昇進で昨日友人の待つ名古屋に移動しました。ホテルに向かう途中、写真撮影している外国人カップルがいたので、コングラチュレーションと声をかけたら、センキューと笑顔で答えてくれて、ほっこりしました。素敵ですね。全く赤の他人だけど、なんかいいよね。その後、久しぶりに会う友人と、なんて言うんですか、これ、痛いに飲む、通院しつつ、お互いの近況報告でも盛り上がり、再会を約束しましたということで、現在ですね、名古屋発ののぞみ号で小倉に戻っているシーティーグルマンさんからメッセージいただきました。大貫さんのライブはね残念でしたね。私もですね先月宮沢和文さんですね、ザブームのライブがですね博多の、キャナルシティの何ですかね、あそこキャナルシティ劇場でね行われる予定だったので楽しみにしていたんですが、宮沢さん自身がコロナ陽性ということでライブが延期になってしまいましたので、お気持ちは十分わかりますね。まあ、残念なんですけども、まあ、今はね大貫さんの体調がね悪化しないこと、早く回復することを願いたいですね。でも良かったですね、お友達がいてくださってね、少しは気持ちが和らいだんじゃないかなと思います。まあ、気をつけて、引き続き気をつけて帰ってきてくださいということでね、まあ、いろんな芸能界でもそうですけれども、スポーツ界でもそうですが、コロナの感染者が増えていますね。まあ、感染者多いんですが行動宣言がないので、いろいろと皆さんね夏休み楽しんでいらっしゃるかと思いますが、ぜひ引き続き感染対策をしてお過ごしいただきたいと思います。さあ先ほどメッセージいただきました長谷さんから2通目ですね。仮面舞踏会来たー。そうですね、今日の9時台そして10時台の初めはジャニーズの大御所の皆さんの、ね、ナンバーをお届けしまして、10時台初めに少年隊の仮面舞踏会を、ね、お届けしたんですが、高3の時に文化祭で踊ったんですか。すごい、どんなダンスを、すごいですね。今は少年隊だけど悲しい顔の泣いてる顔の、ね、マークついていますが、いいじゃないですか。だって少年隊も少年隊ですからね、皆さんね誰でも平等に年は取りますから、ぜひ今度少年隊としてダンスをした動画を送っていただければと思います。楽しみにしています。
さあということでまだまだ、ね、メッセージいただいてるんですけれども、また11時台に、お送りしていきたいと思います。さあこの後はカモメ院長の CM を挟みまして、ホップステップ北九11時台をお届けしてまいりたいと思います。今日のメッセージテーマは楽しかったこと、嬉しかったこと、夏休み中、お盆休み中、楽しいな、嬉しいなと思ったことがありましたらメッセージで寄せてください。ビッグなね、ことじゃなくてもいいですよ。ささやかなことでもいいですし、皆さんが嬉しいな、楽しいなと思ったことがございましたら、ぜひメッセージで寄せてください。お待ちしています。
ですよね。ねえ、わかります。私もおじいちゃんおばあちゃん大好きなので、もし可能であればね、お母様とタコさんと3人での女子トーク叶うといいなと思っております。いつかお願いします。仲間に入れてください。さあ、本当にね、体感がね、暑さを感じにくいってよく言われますよね。私も祖母に電話をすると、必ず確認をします。エアコン入れてるってことで、暑くないからね、入れてないって言うんですよ大体。いやいや、ばあちゃん暑いからね、入れときとね。おばあちゃんはね、暑さは分からんのよとかね、もう私も失礼かなと思うんですけど、やっぱり命に勝るものはないですので、やっぱりエアコンをねかけるようにまず言いますね。それからまあ1時間とか、私も祖母と長電話をするんですけれども、ね、やっぱりお年寄りのね話っていうのは勉強になることも多いですし、癒されますよね。タコさんの気持ちよくわかります。ぜひまた花ちゃんの話を聞いてね、メッセージでお伝えいただければ嬉しいなと思います。さあ、メッセージありがとうございます。今日もね、暑い一日になりますので、タコさん自身も暑さには気をつけて、コロナに気をつけてお仕事頑張ってください。メッセージありがとうございます。さあ、そしてこちらはですね、カモメ院長からいただきました。トトキンさん、おはようございます。おはようございます。先週もイベントや家族サービスやらで忙しかったようですね。お疲れ様です。今週はどうなんでしょう。今週はですね、もう通常シフトというか、通常通り働きます。やっぱり家族サービスイベントっていうのは楽しいですけども、非日常なのでやっぱり疲れもね出ますよね。なので、今週はね、今週末に、週末のやっぱりブライダルに向けまして、体調を整えつつゆっくりと過ごしたいなと思っています。さあ、テーマ、嬉しかったこと、楽しかったこと、これはお盆の期間中ということでしょうね。まあ、できればそうですけども、お盆休みがないって方もねいらっしゃると思いますので、最近嬉しかったこと、楽しかったことでも構いませんよ。カモメ院長は、お盆で嬉しかったことは休みにできると気づいた時。あー、なるほど。お盆が休みなんて気がつきもしなかったぐらい働いたので、休みにしているところが多いということを知った時には嬉しかったかな。なるほど。じゃあ、お休みはあったんでしょうかね。あ、ということで今日は休日にしています。土日働いたので休ませて、今週も頑張りましょう。じゃあ、ということで、13、14はお仕事だったんですね。いいです。今日はゆっくりと休んでください。またね、明日から忙しくなると思うんですよ、ね、今日は自分のために、自分の体のためにね、ゆっくりとした時間を過ごせますように祈っています。さあ、カモメ院長、メッセージありがとうございます。さあ、今日のメッセージテーマは、嬉しかったこと、楽しかったことです。お盆期間中や夏休みの間の出来事でもいいですし、最近、この1ヶ月2ヶ月以内のことでもいいですし、楽しみなこと、嬉しい予定などでも大丈夫です。皆さんが嬉しかったこと、楽しかったことと聞いて思い浮かんだこと、メッセージで寄せてください。メッセージは785@fm-kitakyu.com、 また FM プラプラでお聞きの方はメッセージ機能をご利用ください。お待ちしています。坂本九で見上げてごらん夜の星を。僕らのように。
ささやかな幸せを祈ってる。ここまで出て、とうとう
さすまた若い僕には夢がある、いつかきっといつかきっとわかってくるだろう、明日がある、明日がある、明日がある。時刻は11時17分を回っています。お送りしたのは坂本九で見上げてごらん夜の星を、そして明日があるさでした。この時期になるとね、坂本九さんを思い出す方も多いんじゃないでしょうか。さて今日8月15日月曜日のホップステップ北九11時台をお届けしております。お相手はトトキンです。さあディープブルーさんからですねリクエストをいただいておりますが、リミちゃんおはようございます。今日までお盆、今日こそお坊さんがお参りに来られると思うので準備してただいま待機中ということ、1時間ほど前にねいただいておりますが、来られましたでしょうか。あまりの暑さにお盆は一切外出してないですね。それもね正しい選択かもしれません。これだけ暑いとまだ一度も使ったことのない日傘を買おうかと思いますね。あの日傘があるのとないのとでは全然違いますよ。男性でもねあの気軽に使える、そんなね世の中になるといいんじゃないかなと思いますが、さあリクエストはですね BTS のブラッドスウェット&ティアーズなんですが、明日でもいいですか。あの BiSH のナンバーもね先週リクエストをいただいてたんですが、あのディープブルーさんのリクエストが、ね、なかったんですよ。なのでスパークとビューティフルさんをね先週かけたんですが、このブラッドスウェット&ティアーズはきっと FM 北九にあると思いますということですので、外探して明日お届けできたらいいなと思っております。楽しみにしていてください。さあディープブルーさん、今日のメッセージテーマは嬉しかったこと楽しかったことです。まあ、これからね楽しみな予定とか嬉しい予定とかでもいいですよ。皆さんが、ディープブルーさんがね嬉しかったこと楽しかったことと聞いて思いついたことがございましたらメッセージで寄せてください。お待ちしています。さあここで今日の運勢をお届けしてまいりましょう。西日本新聞からですね、誕生月ごとの運勢となっています。まずは1月生まれ、当たり前のことだと思うが相手は難色を示す。これありますよね、たまにね。こっちは当然と思って常識と思って言ったことがえっていうね。ねえありますよね。そういう日になりそうですよ。1月生まれの方、ラッキーナンバーは4。2月生まれ、手順に何の狂いもなく一瞬で完了して帰れる。ラッキーナンバーは5。まあね今日まだまだお盆期間ということでね、さっさと仕事を片付けて帰るのも一つの手かなと思います。3月生まれ、情報を聞きすぐに動くとかなり得をするかも。ラッキーナンバーは6。やっぱりね知ってたら得をすること多いですから、ぜひ活用してください。情報、4月生まれ、邪魔者が現れて利益を奪われてしまう危険性。ラッキーナンバーは8。5月生まれ、家族に報告してもすんなり信じてもらえない。ラッキーナンバーは4。信じてって、ね、思いますよねきっとね。すんなりだから根気強くね話せば信じてもらえるかもしれませんよ。5月生まれの方頑張って。6月生まれ、
自分を必要以上に抑えている、自然体でいい。ラッキーナンバーは6、ね、ぜひぜひ皆さんの自然体でいいんですよ。言いたいことは言って、思うことは思ってもいい、思っちゃ悪いことなんかないんですから。それを口に出すかどうかまたね別の問題ですけれども。さあ7月生まれ、問題に直面するか柔軟に対応して信頼される。ラッキーナンバーは2。8月生まれ、姿を隠して活動を一時的にやめることになる。ラッキーナンバーは1。なんか私8月生まれなんですけど、姿を隠して活動を一時的にやめることになる、なんか怖いですね、心配ですけども。9月生まれ、無神経な人が登場する、振り回されてしまう。ラッキーナンバーは7。逃げるが勝ちですよ、逃げてください。10月生まれ、自分の都合を優先し批判されるが気にしない。ラッキーナンバーは3。11月生まれ、満足できる結果が出る、願い事が叶うかも。ラッキーナンバーは7。素晴らしい。最後12月生まれ、相手に悪意はない、理由を聞けば納得できる。ラッキーナンバーは9。ということで、西日本新聞から今日の運勢、誕生月ごとにお伝えしてまいりました。気になるね、誕生月の方もいらっしゃいますね。8月生まれ、姿を隠して活動を一時的にやめることになるとかですね。あとは11月生まれの方はいいですね。満足できる結果が出る、願い事が叶うかもということでね、まあ、それぞれ今日の運勢ございましたが、今日1日の参考になさってください。以上、今日の運勢のコーナーでした。時刻は11時23分に今なりました。島谷瞳で甘色の髪の乙女。
さてお送りしたのは島谷ひとみでシャンティでした。時刻は11時32分に間もなくなります。8月15日月曜日のホップステップ北九お送りしています。お相手はトトキンです。さて気象情報なんですが、10時23分に北九州市には雷注意報が発表されました。10時23分に北九州市には雷注意報が発表されています。また福岡地方では15日まで、高潮に注意してください。県内では15日夜の初め頃まで、急な強い雨や落雷に注意をお願いします。まあ、この時期の典型的な、ね、天気というか夕立がありますから、昨日も私大分から帰ってきまして降られちゃいましたね、夕立にね。
冬立ち会いましたけれども、天気はすごくいいんですよ。晴れてるのに雨が降るって不思議なね、雨に最近見舞われることが多いなと思います。心配な方は折りたための傘などあるといいかもしれません。一瞬とかなんですよね。一瞬こう霧雨のような雨が降ったり、大粒の雨が降ったり、まあ、その時々で違いますけれども、夕立に降られるのが心配な方はね、ぜひ折りたたみの傘などあると安心かもしれません。さてこの時間なんですが、毎日新聞からですね、記事ご紹介していきたいと思いますが、22面ですね、真ん中中央部分にですね、宮崎県知事選に、東国原氏出馬へという、宮崎県出身の人間としてはちょっと見逃せない記事でしたけれども、任期満了に伴う宮崎県知事選、12月8日告示、25日投開票ですね。タレントで前宮崎県知事の東国原英夫さんが立候補する意向を固めたことが関係者への取材で分かったということなんですね。17日にも宮崎市で記者会見を開きまして、正式に表明する見通しだということです。噂はねずっと聞いていたんですが、ようやく決定したんだなという感じがいたします。東国原さんですね、私と同じ都城市の出身で、私が通っていた学校の隣のね学校、優秀なね学校に、通われていました。ビートたけしさんに弟子入りし、芸能界で活動されています。2007年、当時の知事が加瀬談合事件で辞職したことに伴う知事選に無所属で立候補し初当選しました。どげんかせんといかんということでね、キャッチフレーズがありましたけれども、もうそれが2007年ですか。だいぶ前なんですね。まあ、でも当時は東国原さんが県知事になったことで、宮崎県の名産とか宮崎県の、いろんなね観光地とかが有名になって嬉しい気持ちがありましたけれどもね。宮崎県の人はですね、特に都城の人はですね、東国原さんのこと国原丼って呼ぶんですよね。丼、もう最後丼みたいな感じですけども、東を言わずに国原丼と呼びますね。うちの両親とか祖父母もですね、祖母もですね、国原丼って呼びます。東国原知事とは言いませんね。言ったの聞いたことありませんけれどもね。知事時代は特産品のトップセールスなどで注目を集め、2010年にこの国の統治システムを変えなくてはならないと一期での退任を表明。あっという間にね退任されましたけれども、2011年の東京都知事選で落選し、2012年衆議院議員選で旧日本維新の会から当選しましたが、2013年に辞職をしています。さあこの知事選なんですね、冬にありますが、東国原氏の退任後、事実上の後継候補として10年の知事選で初当選をした現職の河野知事が4選出馬を表明しているということなので、まあ、後継の人と戦うことになるんでしょうかね。まあ、知名度もありますしね、まあ、どうなるか分かりませんけれども、まあ、いろんなことが年末宮崎県では起こるんだなという感じがいたします。ちょっと宮崎県人として、宮崎県出身のものとしてちょっと見逃せなかった記事ご紹介してしまいました。毎日新聞の22面ですね、中央部分にあります。宮崎県知事選に東国原氏出馬へという、あさってで17日に正式表明をされるということです。宮崎県に関係ない方はね、へーっていう感じがするかもしれませんけれども、まあ、知事が変わることで宮崎県がどう変わるのか、ちょっと楽しみなような怖いような、そんな気がいたします。さて時刻は11時37分に向かっていますが、今日のメッセージテーマは嬉しかったこと楽しかったことということで、さあカオリンさんからのメッセージご紹介していきたいと思います。カオリンさん、楽しかったことはトトキンの自分ご褒美イベントで自分を癒せて、女性ホルモンについて詳しく学べて、好きなお友達と盛り上がれたこと、また参加したいです。トトキン楽しい時間をありがとうということで、こちらこそご参加いただきましてありがとうございました。8月12日金曜日ですね、先週の金曜日に、女性ホルモンについて詳しいFM 北九でも毎月第2火曜日に番組をねご一緒させていただいています。新藤滝子先生の1時間のトーク、
その後ですね、昨日おとといの関門海峡花火大会の公式テーマソングを、手掛けていらっしゃるシンガーソングライターの池畑克明さんのチャペルでの生ライブ、そして会場となりましたさやがたにガーデンアグラスの素敵なランチのフルコースを召し上がっていただくというねイベントを企画しまして、皆様のおかげで無事に終了することができました。本当にねこの企画を思いついた時にもともとは2月に予定するはずだったんですが、その時本当に感染者が急激にまた増えてしまって、さすがにちょっと主催できないなと開催できないということで一度も諦めたんですが、まあ、夏にねちょっといろんなイベントを控えている中ではありましたし、コロナ禍でもちろんありましたし、お盆前の忙しい時期ではあったんですが、新藤先生と池畑さんと会場とのご都合がいいということで8月12日に決行いたしました。27名の方がご参加いただきまして、真剣にね新藤先生のお話を聞いていただきましたし、チャペルでの生ライブではね皆さんも女性ホルモンがこう放出しているのが分かるような、そんなうっとりとした時間をね過ごしていらっしゃいました。池畑さんもですね女性ホルモンが、活性化するような選曲と歌声を頑張って披露したいと思いますとおっしゃっていて、もうその通りになりました。チャペルがすごく響きがいいので、途中ですねマイクを使わずに生歌で披露していただいた曲もあって、本当にうっとりとしてらっしゃいましたね。そして最後はですね、関門海峡の花火大会公式テーマソングスカイフラワーを皆さんタオルを振り回していただきながら大いに盛り上がりました。もうお一人お一人が感染対策に十分気をつけていただきまして、なんとか無事にね会を閉幕することができて本当にほっとしていますし、不安と緊張があって汗だくだったこと以外はあまり覚えていないんですけれども、皆さんからね後日楽しかったよとか嬉しかったよとかそういうお言葉をいただくと、あ開催してよかったなと思います。あと第2弾第3弾もちょっと企画をねしていきたいと思います。もう多分回を重ねるごとに進行とかねもうスムーズになるんじゃないかなと自分自身にちょっとねプレッシャーをかけつつまた企画をしたいと思いますので、その時はカホリンさんもぜひご参加いただきたいと思います。ありがとうございます。本当にね新藤先生のホルモンの話はですねいくつかね項目で4項目くらいを軸に1時間お話ししていただくはずか、もう女性ホルモンについての皆さんの興味がもうすごくてですね、もう1項目しか話せませんでした。それでもね女性ホルモンについて知らなかったとか初めて知ったことが多かったとかねお声いただいて、まだまだね自分の体ではありますけれども、いろいろと情報を、ね、皆さんに共有していけたらいいなと思いましたね。そしてメッセージ戻りますね。嬉しかったことは主人と21歳の娘とお墓参りに出かけている途中に車の中から何度も見かけるエンジェルナンバーをお知らせさせてたら、ママ本当にすごいわと言われたこと、調子に乗ってそうやろママすごいよって盛り上がりました。ちなみにこの日に何度も見れたエンジェルナンバーは88889999808。エンジェルナンバーか、初めて聞きましたね。詳しい方もねいらっしゃるのでちょっと聞いてみたいなと思いますけれども、エンジェルナンバーなんかこう数字が揃うとねなんかラッキーな気持ちになりますよね。ふっとこう見た時計が1234とかね8888とか、夜中目が覚めて444とかなるとちょっと不気味な、ね、気持ちになったりしますけれども、何回もねエンジェルナンバーが見られたご主人と娘さんとの、まあ、ドライブというかお墓参りの途中ということで、なんかラッキーな、ね、気持ちになれたんだったら嬉しいなと思いますが、そのね楽しかった嬉しかったっていう気持ちがこのメールからも伝わってきますよ。かおりんさん、ぜひ今日もね一日素敵な楽しい日を送ってくださいね。メッセージ、素敵なメッセージありがとうございました。さあ今日のメッセージテーマは楽しかったこと嬉しかったことということで、まだまだ皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージは 785@fm-kitakyu.com、 また FM プラプラからもお送りすることができますのでご協力いただきたいと思います。さあそれでは曲をお届けしましょうか。
平原彩香でジュピター。Every day I listen to my heart 人にじゃない深い胸の奥で繋がってる果てしない時を越えて輝く Oh
ップ北九。さて時刻は11時49分を回ったところです。8月15日月曜日のホップステップ北九エンディングの時間です。さあお盆休み今日までとかね、いう方もいらっしゃるかもしれませんし、明日までという方もいらっしゃるかもしれません。もう始まってるよという方もねいらっしゃると思いますが、お盆休み夏休みはいかがだったでしょうか。なんかね素敵な思い出があるんじゃないかなと思いまして、今日のメッセージテーマは嬉しかったこと楽しかったことにしてみました。まあ、お盆休み夏休みに限らずですね、皆さんいろんな楽しみ方をされているようで、なんかねこう聞いているとメッセージを読んでいるだけで嬉しい気持ちになりました。ありがとうございました。さあただまだまだ暑い日が続きますし、コロナの感染者も多いですので、皆さん気をつけながらねお過ごしいただきたいと思います。ちょっとお天気伝えておきましょうかね。今日8月15日月曜日のお天気なんですが、南西の風やや強く曇りとなっています。ちょっとね日差しが弱いかなという感じがしますが、最高気温は35度まで上がる予報が出ていますので、もうねすでに35度になっているかもしれません。体感的にはもっとね多いかもしれません。また車を運転してに帰省、U ターンラッシュ、U ターンしている方とか運転手の方はもっともっと暑く感じるかもしれませんので、暑さ対策、熱中症対策しっかりしてお過ごしいただきたいと思います。また北九州市には現在雷注意報が出ています。10時23分に発表されました。北九州市には現在雷注意報が発表されています。お気をつけください。さあ屋外での、ね、活動はなるべく控えていただきまして、熱中症対策忘れずにお過ごしください。今週はですね天気ちょっと不安定なのかなという感じがしますが、まあ、今日明日明後日曇りマークですね。そして18日木曜日は曇り時々雨ということですね。19、20、21は晴れマークもありますね。ただ気温がずっと高いです。35度前後なってきますので、まだまだお盆明けたらねなんか涼しい感じもしますが、夜とか朝とかね、でも日中はまだまだ暑いですので、皆さんエアコンを十分に活用して、快適にお過ごしいただきたいと思います。気温の高い状態が続きますので、どうか熱中症など健康管理には注意をしてください。さあ今日お別れの曲はですね、近藤雅彦のアーグッドにしようと思いますが、今日の9時台、ジャニーズの大御所の方々のねナンバーをお届けしてまいりました。皆様にも楽しんでいただけたようで、渋いねという話もねありましたけれども、楽しんでいただけたようでよかったなと思います。その歌文化祭で踊ったよとかね嬉しいなと思いますが、おしまいです。お別れの曲は近藤雅彦のアーグッドでお別れしたいと思います。さあ FM 北九、お盆ではありますが通常通りの放送となっています。この後はミュージックプログラム、そして1時からはリコさんのジャンピン北九と続いてまいります。ぜひ皆さんのお耳のお供にお願いいたします。さあここまでのお相手はトトケンでした。それでは近藤雅彦でああグッド。